危ないやービーストボム同点がバウンドしたそしてあ上がってしまった藤田そして藤田が持ち上げたなんだこれは田中を上げたービーストボム危ない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 ビーストボムではあっとビーストボムいやこれは食らっちゃダメですこのフィールドで生き抜いてきたそしてこの稲村を上げてボム危ないああ食らうかああ食らったビーストボム絶対ダメだよこれ食らったらお、カズヨ返せあ返さないお、カズヨ返せあ返さないアビー返さないだろあ 3.21 福岡大会注目カードはGHC ジュニアヘビー級タッグ選手権王者組小峠敦史陽平 VS 挑戦者組野沢論外鈴木小太郎 2.23 名古屋でのジュニアタッグ王座決定戦に勝利し見事王座を体感した小峠敦史と陽平の前に宿敵野沢論外鈴木小太郎が現れるおう陽平お前はな俺が徹底的に潰してやる小峠お前はついでに潰してやるもっともっと新しい刺激的なノアジュニア作っていきましょうね明るいノアジュニア作ろうねいやいやいやあの悪夢の雪辱を晴らし持ち前の明るさと打たれ強さナンバーワンの小峠陽平組がベルトを守りノアジュニアを盛り上げられるか福岡に野獣出没 GHC ヘビー級選手権王者藤田和幸 VS 挑戦者田中雅人前王者中島勝彦を圧倒的パワーで沈めGHC ヘビー級王座を初体感した野獣藤田和幸その前に現れたのは挑戦者田中正人去年引き分けた鈴木やろうやろうや昨年12月初シングル対決で激闘を繰り広げるも結果は30分時間切れドロー藤田が食い尽くすか田中が野獣を仕留めるか最強の座をかけて芝違おうぜプロレスリングのは福岡国際センター大会アベマレッスルユニバースで生中継野獣を止めるのは誰だ